でテレビ見てて思ったこと、なんか激辛とかさ、大食いとかってさ、すごいなんか最近テレビで流行ってるけどさ、あれそろそろなんか悪いよねみたいな流れになっていきそうだよね。なんか食料の無駄遣いだし、なんか SDGs に反するし、でなんかその食うに困ってる人がさ、いるわけじゃん,、うん。っていう中でさ、なんかこんなに食えねえとか苦しいとかなんかさ、言って面白いみたいな感性ってなんかすごい飽食の時代の、なんていうか感性だから、 ごく時代的にはその短い時の話なのかなと思いますけどね。